コンビニ、まあ、たまに使った時に、レジ袋とかもらう方、はい、僕、もらわない方っす。ああ、僕はもらうね、もう。手づかみで行くの？いやいや、もうマイバッグですよ、マイバッグ。マイバッグ、はい、マイバッグを持つっていう、この発想がないからね。うん、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回は伊藤さんとですね、はい、ちょっとコンビニ雑談をしてみたいですね。ここのところちょっとコンビニいろいろニュースもあってですね、2ヶ月に1遍ぐらいやってる気がするけどね、はい、前回の時にはあんまりコンビニを利用しないっていう。そうですね、たまにですね、使うのは。それを聞いてからもう少し意識して周りに聞いてみると、結構やっぱ若者にはいるね。使わない人なんですか、うん、まああんまり使いませんっていう。どっちかっていうとやっぱり中年層っていうのは用もないのに寄るみたいな人いるからね。家までの帰り道にちょっと寄って何か買って帰るみたいな、飯は食ってるしみたいなんだけど、ちょっと寄って何かを買って帰るみたいな、そういうのは若者にはいないわ。飲んだ帰るとかはなんとなくあるかもしれないですけど、ね、うん、でね、この間のこの動画でも話をしたけど、やっぱりデータ的にもね、データじゃね、うん、若者の方が使わなくなってるっていうね。はいはいはい。だから結構コンビニもね、少し出店が止まってきてるから、純増してなくなってるから、うんうん、キロには来てるんだろうと思うね、うん、でもやっぱ市場としては莫大なね、市場があって、コロナ明けもすごい伸びてて、前回も話したけれども、日本のこのデフレ脱却、インフレ経済には貢献してると思う。要するに値段を上げていって、それでも日販は落ちないで増えてってるっていうね、この傾向を続けばいいんじゃないかなと思ってんだけども、やっぱり市場全体が頭打ちになってきてるっていうことだから、各社いろいろなことは考えてて、その中でまず驚いてんのが、これも結構話題になってきたけど、ファミマのいわゆる医療関係だよね、あれがすごく当たってるんだよね。もちろんセブンイレブンだってパンツにソックスだぐらい売ってるんだけど、ファミマは違うんだよね。このもう半年、約1年ぐらい経つかと思うけど、いろんなこの医療品を売り出して、今回なんかもうパーカーすごい当たって、それを確か3000、4000円弱、ユニクロより安いぞみたいな値段で、ファミマのいわゆるパーカーよ。そんなのが何がいいんすかと思うでしょ、はい、ところが結構売れてる、まあ、もちろん安いってこともあるけども、デザイナーの人はやっぱりちゃんと入れてて、買ってる人の話を聞くとやっぱすごくいいって言うんだよね。物もいいと。で、別にここにファミマって入ってるわけじゃないよ。あ、うん、それ絶対買わないっすわ、うん、なんかソックスとかはね、なんかそのファミマのこのファミマ模様みたいになってたりして、はい、それはそれでなんか女の子が愛されすると可愛いみたいな、そういうことを言ってたけども、はい、すごく当たってんですよ。でも医療品ってやっぱり場所取るじゃない。コンビニってやっぱり面積の勝負だから、うんうん、今日も西新宿からここに来るファミマ、はい、割と大きめのファミマがあるけど、そこ見たけどやっぱ結構売ってた。だからその医療品が充実してきてて、今だからセブンイレブンの惣菜、ローソンのスイーツ、ファミマのカジュアル医療みたいなふうにちょっとなってきたりして、うん、話題です。なるほど。いや、僕マジで気づいてなかったんで、本当にコンビニ行ってないんだなって思いました。あ、これ結構話題になってる。だけどそれをもう少しビジネス的に分析をするとね、はい、ファミマって伊藤忠の完全子会社、2年前かな、うんうん、なってるから、伊藤忠ってのはもともと繊維がむちゃくちゃ強い会社なんだよ。もともとが繊維から始まってる、伊藤忠部屋ね、繊維から始まってる会社だし、だ今でも繊維関係の繊維カンパニーっていう会社、ここはもうむちゃくちゃ強いわけだから、例えばファミマでこういうカジュアル医療関係が流行ってますって言って、これをセブンイレブンが真似しようと思っても、うん、同じ値段じゃできないっていうことが、そういうのがまあビジネス的分析としてはあるんだろうなと。そこで他の2社に対して優位性取れるっていうところですね、うん、だこれはまあここまで当たるとはね、ちょっと思ってない。でもここまで当たってるから、また新作もどんどん出てくると思うよ。はいはいはい、うん、SNS とかでも結構話題で、そのファミマなんだけど、これもちょっとこの頃話題になったのが、はい、ファミマのスプーン有料化っていうね。ほう、これはね、確かに話題にはなるね。ヤフーニュースからだけど、コンビニエンスストアのファミリーマートがプラスチック使用量の削減を目的として、プラスチック製スプーン、フォーク、ストローを1月29日から全国の直営店約100店舗で有料化した。まだフランチャイズでは有料化してる、直営でまずテストして、なるほど。価格はデザート用スプーンが4円、普通のスプーンが6円、フォークが6円、ストローと曲がるストローが各4円となってるということなんだけど、もちろんそのプラスチックの使用量削減っていうのもあるだろうけど、まんまくいったら全部で有料にするって可能性もあるね。これもやっぱり商社と絡んでて、うん、伊藤忠関連のこういう仕入れってやっぱり強いと思うんだよね。だからここでお金が取れるんだったら、何十銭でも儲かったらすごいもんね。そうですね、だって何人って分からんぐらいの人がね、買う、うん、買うわけですね。だけどこれは SNS とかではそういう意見が上がって当たり前だけど、いらないのにもらってる人も多いよね。勝手につけられるじゃん。そうですね、そういう無駄は省くっていうのはね、はいはい、うん、じゃあ、ということになると、コンビニ、まあ、たまに使った時にレジ袋とかもらう方、はい、
僕もらわない方っす。あ、僕はもらうね。もう手づかみで行くの。いやいや、もうマイバッグですよ。マイバッグ。マイバッグ、はい、やっぱ環境みたいなやつだな。環境にやっぱ気を使っていかないといけないんで。環境、そのお金とかじゃなくてやっぱり3円とか儲かってんだから。儲かってねえか、ブラジルガルスでね。だからもうちょっとでも削っていかないと、日々のあれ、ね、そしてプラス環境のためにもなるという一石二鳥じゃないですか。マイバッグを持つっていうこの発想がないからね。まあでもゴミ袋ももう最初有料化になった時はみんな騒いでましたけど、今や当たり前になってますからね、うん、でもちゃんと分かれてるからいいんじゃない。僕は1個でももらうよ。1個しか買わなくてもレジ袋もらう、はい、マジっすか、うん、へえ。変だもんだって。変、うん、これを手掴みしてるとか。あ、なるほど、ね、セカンドバッグみたいなしか持ってないからさ、はいはいはい、いつも、うん、そこにも入んないしさ、はいはい、うん、1個でももらう、うん、でも別にそのマイバッグを持ってる人がいて、これはもう分かれていいんじゃないかなと思うね、うんうんうん、ということで、まあいろいろね、コンビニもという中でですね、これは全く別軸のちょっとびっくりした今週入ったニュースだけども、はい、KDDI がローソンを TOB してね。ありましたね、うん、これは噂として流れてなかったんでちょっとびっくりだし、うん、結局ローソンっていうのは今三菱商事の子会社、商事の子会社になってるから、はいはい、そっから TOB で要するに株価を公開で買って 50%50% にするって言ったよね。50% まで KDDI が買うと、要するに上場廃止になるね。だからローソンの株買ってた人は大儲けですよ。2割ぐらい上がってると思う。めちゃくちゃ上がってました、うん、でも KDDI がめっちゃ下がってたんですよ、うん、それはそうかなと思う。 KDDI の方はだからなんでローソンに 50% 接種するんだからね、うん、はいはい、それは KDDI の方はちょっと見えないんじゃないの、うん、ローソンの方はだって単純に持ってる株が応じればこれだけ高くなるんだから、はい、まあ悪い、はいはい、で 50%50% ってのはちょっと驚きだし、でもこれ三菱商事側から持ちかけたっていう、まあ、これは嘘じゃないと思うんで。うんうん、でまあ一応そのローソンは竹松社長がメリット3つって言って、リモート接客だと、クイックコマースだと、グローバル展開だと、まあ、この3つ言ってんだけど、記事を読んだけれどもそこまでよくわからない。カタカナ3つ。ベースにはやっぱりこれからコンビニっていうのはこれだけの大きな市場だけれども、もう店舗数が 1.5 倍2倍になるっていうことはなくて、大変な競争になっていくっていう中でのセブンイレブンとファミリーマートとローソンのこの三つどもえの戦いで、もうこれはビジネス戦争なんだと思うよね。でどことくっついていくかと、うん、唯一ねこのグローバル展開のここはわからないではない。今後ねやっぱりタイにはまだないけど、結構東南アジアにももうキャッシュレスを見越したコンビニができ始めてるからね、セルフレジのみという、うん、そうなってくるとやっぱり携帯電話とかとの親和性ってむちゃくちゃあるから、うん、なるほどね、うん、そこまで見越せばローソン東南アジアも結構強いから、はい、っていうことだったらこのグローバル展開っていうのは分からないではない、うんうんうん、携帯でやっぱり完結していくっていうことで言えばね、うん、リモート設計クイックコマース、まあもちろんクイックコマースっていうのはおそらく頼んどいてスパッと会計するみたいな、用意されててそれを持ってくるみたいな、おそらく出前とかそういうことにも使っていくという意味だと思うけどね、うんうん、でまあちょっとこれは驚きましたね、うん、50%50% にすると。ちょうどだからファミマは完全な伊藤忠の 100% 子会社、ローソンも三菱商事の子会社ってことだったら、もうこれは二大商社だから、セブンイレブンだけは今違うわけだけど、そこはなんか残りうっとした物産だから、物産がかなり入れてってみたいな、商社商社商社みたいななるんじゃないかと思ったら、ここに KDDI が三菱商事に半分入れてくるっていうね、こういう展開になって、 KDDI が下がってるっていうのはちょっと買う意味が分かんねえっていう、ちょっとあのお金出しすぎじゃないのっていうことじゃないかなとは思いますけどね。もう少し何か進んだ記事が出たらまた紹介しようと思います。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト、豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、